今回は二次燃焼ストーブファイヤーリングの径の違いによる炎の変化を観察していきます。ダイソー100円ショップで売られていたステンレスボールがぴったり合います。金切りバサミでカットします。左より直径110mm、100mm、80mm です。今まで 110mm と 100mm を比較しましたが、 100mm の方が炎が安定していました。今回はその 100mm と新たに 80mm を追加して比較しました。燃焼確認を行っていきます。燃料は松のペレットで、燃料用アルコールで着火促進をさせます。二次燃焼炎が現れましたので、まずは直径 100mm のワイヤリングを取り付けます。直径 100mm から 80mm に切り替えます。炎が細長く絞られました。再び 80mm から 100mm に切り替えます。炎の揺らぎが大きいようです。100mm の方が少し不安定で、 80mm の方が安定し、炎の揺らぎがありません。炎の回転の差はほとんどありません。100mm に比べ 80mm の方が炎が細く絞られています。80mm の方が 100mm と比べトルネードも安定し、中心のブレも少ないです。以上、二次燃焼ストーブのファイヤーリング径の違いによる炎の変化でした。二次燃焼ストーブのトルネード化は概要欄にありますので、よかったら参考にしてみてください。なお、テント内でのストーブ使用は十分に換気を行い、安全にご使用ください。